ストライクショット。こんにちは、エクストラクの中の人、ウェビカケと竹チャリです。はい、というわけで今回ご紹介するのはこちら、妖仙の獣人化でございます。かっこいいですね。いやもうあのね、進化とかワンちゃんいたはずですけども、一緒になったというか、この肩から尻尾みたいなのが、ね、で耳もね生えちゃって、本当ですね、かわいいところもある。素敵ですね。はい、はい、というような妖仙でございますが、早速ステータス見ていきましょう。はい、妖仙のステータスはこちらになります。はい、貫通のバランス型アビリティが超マインスイーパー、アンチダメージウォール、サムライキラー M、 友情コンボがメインで反射クロスレーザー EL、 サブで超強次元斬、ストライクショットが触れた最初の敵を乱打し吹っ飛ばす &HP を回復、1段階目が16ターン、2段階目が24ターンで打てるストライクショットとなっております。なるほど。いやー、この妖仙また面白いステータスというか、はい、これだって、ま、あの超マイスイーパーと、あとそのサムライキラー M、はいはい、で、ま、こう火力を上げるアビリティの上に、はいはい、その攻撃力が、まあ、もう割かし高いというか、確かに高いですよね、結構の高さあるんで、うんうんうん、自身の殴りがすごいなっていうか、ま、友情にも乗ってきますからね、サムライキラーが乗りますもんね。うん、いやー面白そう。まあ本当その侍に対しての SS とかもどんぐらいダメージ出るかちょっと見てみたいところですね。うんうん、はい、はい、というわけで今回は、近畿の2の5区、あと芝居のステージも見ていきたいと思います。しかもこれ前に持ってるの多分、多分普通にもう、うん、そうですよね、あ、てかもう、あ、そうなんだ、やっちゃうのね本来のなんか、あ、やっちゃうのね防御アップしてるやつだからちょっとあれか、あ、でもやっちゃうのね全然防御アップとか関係ないね無視ですね、いろいろちょっとしたセオリー無視できるね、はい、いやー超マインにサムライキラー M、 いいですね、すごいな、面白いわ。はい、それではちょっとサムライキラー発動していきます。お願いします。いや、あ、こんな行くんだね、マインも持ってて、うん、すごいですね、ほんと軽くザクザクって行くつもりだったけど全然もうすごい威力出るな、はい、これ面白いな、いいですね、うん、はい、それでは近畿の2の子かも侍しかいないのでね、ちょっと横で友情だけでどんぐらいいくか、あんまり友情のイメージのないですよね、イメージですが、いや、え、右に倒れます、あ、あ、なるほどね、あ、爆弾とかじゃないのね、こいつらを倒すのが、あ、逆に倒しちゃったって感じだねここ強すぎて、本来こいつ防御ダウンでね、本当は残しておきたいところですけど、ちょっと強すぎるところもあるかもしれないかな。はい、それでは友情当たっていきたいと思います。はい、お願いします。ちょっとレーザーバリあるんで何個か壊れちゃうかもですが、バリ当たれば。削ってくれますね。全然削るね。サムライ対象やっぱすごいね。はい。次はポイントですね。そうだね、今度はレーザーバリない状態で、はい、あ、1体で十分でした1体で十分だねすげえわ、これはえぐいわ、自分でも当たってねえ、ポイント削っていきますね。はい、それではストライクショット1段階目いきたいと思います。これはもう友情でカウンター発動させてもう直行でいきます。お願いします。やっと僕の出番だね。先日、後天牽制参戦踏破。これは強いのね。カウンター発動させて、うん、そうね。して、まあサムライキラーとか乗っての威力ですけど、一段階ぐらいあそこまで削れていくんだね。すごいですね。強い。すごいね。回復量も見たかったけど、フルフルになっちゃったから分かんなかったですね。結構な回復量ありますね、うんうん、はい、はい、それでは SS2 段階目、はい、このまま
そうね、友情でも多分カウンターも起動されるので。やっと僕の出番だね。先日、後天牽制参戦踏破てか、回復量すご、回復量すごいですね。すごいね。もうちょっと回復するかもしれないですね。する感じがするもんね。いやー、SS の威力半端ないな。これしかもこの張り付いてこのいけるんで、言ったら次の位置取りとかもできるんで、そういう使い方としてもいいですよね。はい、うん、はい、それではストライクと1段階目、はい、お願いします。やっと僕の出番だね。先日後天牽制参戦踏破、何それ。1段階目でも十分25,000、うん、遅れました。かなり回復してくれますね、うん、はい、それでは今度はちょっと弱点ないですけど回復量みたいので、はい、はい、しますね。もう4なので、やっと僕の出番だね。先日後天牽制参戦踏破、弱点とか関係ない、どうして軍略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 、めっちゃ回復する。え、そんな回復する、そのタイプなのね。結構な回復量ですね。半分以上ですよ。ねえ、それはありがたい。ピンチも全然、ねえ、回復としても全然使える SS ですね。はい、うん、はい、というわけで妖精の重心感使ってきました、うん、はい、楽しかったです。侍キラーに対してすごい本当、うん、そのね、もともと攻撃力も高いのに、はい、はい、どんどんこう火力上げてくれ、うん、もうすごいね。すごかったです、はい、ぜひ皆さんもね、まあ、なんかこうね、張り付いてこういろいろシャキシャキするとかもなんかあるかもしれないんでね、うんうんうん、はい、ぜひ皆さんも使っていただければと思います、はい、では楽しみに、ではバイバイ、バイバイ。